フゲニー・ペトロビッチ・ピトブラノフは、ソ連のチェキスト、中将。1938年、モスクワ輸送技師大学を卒業。大学卒業後、党の決定により、国家保安機関に送られ、内務人民委員部ゴリコフ州局の副課長に任命される。1942年、同局長となり、その後、黄色フ市局長を務める。1943年、 少々。1944年、クイブンシェフ支局長。1945年から1946年、ウズベキスタン国家保安省。1946年から1950年、第二総局長兼国家保安時間。1951年、布告により解任される。1952年、布告が根拠のないものとわかり、ソ連国家保安省。 第4局長に復帰する。1953年、東ドイツ国家保安省附属ソ連国家、保安委員会全権代表として、ベルリンに派遣され、NATO に対する一連の作戦を行った。帰国後、1957年から1961年、KGB 第4局長。1961年から1962年、中国で働く。 1962年から1966年、中将となり、ジェルジンスキー名称 KGB 高等学校長を務める。1966年、予備役に編入。名誉国家保安職員。ありがとうございます。